よくぞ来た。滅びし里の維持、そして聖魂を背負うし贖い人よ。待たせたな。王が用意した遊戯盤、よくぞここまで駒を進めた。最後の守護者たる私を倒せば、この第六聖槍の果ては見えよう。無論それは不可能に近い試練ではあるがな。一つだけ聞いてもいいですか？何？どうして、なぜあなたはそのような格好をして顔を隠しているんですか？何を聞くかと思ったら、王がそう望まれたから、それ以上の理由がどこにある？違う！あなたがここにいる理由は確かにそうかもしれない。だが顔を隠しているのは影の王が望んだからじゃない。その理由は全く別のものだ。ヨシュア君。ヨシュアお兄ちゃん、やっぱりみんな気づいていたみたいですね。僕が不甲斐ないばかりに本当にすみませんでした。何、君のせいばかりではないやろ。俺らかてまさかという気持ちがあったのも確かやしな。あ、うん。何を納得しているのか知らないが、それが真実だと思うなら構わずここで言ってみるがいい。それを告げるだけの覚悟がお前たちにあるのならばだが。断る。何？あなたの正体など力ずくでその仮面を剥ぎ取ればわかること。確かなのはここを乗り越えない限り明日が来ないということだけだ。ならば今はあえてそのことに触れずに置く。迷うのでもなく、そして逃げるためでもなく、ただ全身全霊をかけてあなたという試練に勝つために。ヨシア君、クーデター事件の借りここで返させてもらおうか。ヨシアお兄ちゃん、私にも手伝わせてね。まさかそんな風に開き直るとは思わなかったぞ。いいだろう。ならばこの顔、力ずくでさらけ出してみるがいい。そうきたかい。我が名は黒騎士、漆黒の隆起を狩る深淵の守護者なり。影の王との制約に従い、今ここに試練として立ちふさがらん。いざ尋常に勝負。ああ、望むところや。我が右手にありし星の授きよ、天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。グラールスフィア。
おお、凍てつく魂の叫び、そのまま刻み刻み絶覚悟してください。蹴散らせ。漆黒の竜気、下がれ。翼となりで大地を蹂躙せよ。
こんなところで。我が右手にある剣より授かりし輝きを持って盾となり、Thank you.
魂の叫び。見切れるかな。ほら！
我が右手にある天より授かりし輝きをグラールスフィアかけてまいる。無駄だ。凍てつく魂の奇跡。見事だ。やったの顔をさらけ出したか。やはりレーベ。再びこうして相まみえることになろうとはな。もはやお前にとっては無用の再会かもしれないが。そんなわけないじゃないか。僕は多分怖かったんだと思う。レーベにまた会えたとしてもすぐに別れはやってくる。その痛みを味わいたくなくて気づかないふりをしていた。そんな僕の不甲斐なさがレーベに仮面をまとわせた。それが真実だろう。ああ、その通りだ。影の王によって俺という概念はこの世界によみがえった。お前たちの前に立ちふさがる最強にして最大の守護者として。だが仮面をまとわせたのは確かにお前たちの思いなのだろう。この影の国は想念によって変化しうるからな。やっぱりそうか。しかしその役回りもお前たちのおかげで終わりだ。正直なところ、ドラギオンまで持ち出して破れるとは思わなかったがな。さすがに危なかったけどね。それにみんなで力を合わせた結果だよ。それもまた力の一つだろう。ティータラッセル、己の道を見出したようで何よりだ。オーバルギア、どこまで十三工房に迫れるか個人的に楽しみにしているぞ。はあ、頑張ります。ちょっと動機が不純かもしれないですけど。そもそも不純でない動機などあるものか。迷い悩みながら自分なりに進んでいけばいい。リシャール大佐、クーデター事件以来ですね。まさかこんな形であなたと再び相まみえるとは。ローランス少尉、それはこちらのセリフだよ。しかしこの場に付き合わせてもらったのは私にとっては幸いだった。ようやく君の実力を確かめることができたからね。失望させたのでなければいいのですが。こちらこそ剣聖直伝の技堪能させていただいた。さてと、ケビン・グラハム、
ようやく確信に至ったか。ああ、この上なく、はっきりとな。ここから先は、どうか俺に任せてくれ。あんたの大切な人たちも、無事元の世界に返したる。そうか。ならばこのまま任せるとしよう。分かっているとは思うが、王は尋常ならざる人物だ。どう向き合うか、くれぐれも見誤らぬがいい。ああ、忠告感謝や。レーベ。どうやら時間のようだな。ようやく俺もあるべきところに帰ることができる。うん、お疲れ様。俺だけ姉さんのところにちゃんと届けておいたから。ああ、すまんな。あいつと共にゆっくり休ませてもらうさ。それじゃあな、ヨシア。さよなら、レーベ。大丈夫。覚悟はできていたから。あの時は、レーベに心配をかけるだけで何も言えなかったけど、今度はちゃんとお別れの言葉も言えたしね。お兄ちゃん。そうか。僕の役目もここで終わりのようです。ケビンさん。あとはよろしくお願いします。ああ、任せとき。最後の守護者を倒したことで、周遊道の結界も解けたはずや。まずはあそこに行ってみよう。わかりました。離宮に通じている場所ですね。こっちの扉の方が先にあったのかもしれへんな。なるほど、ありえるかもしれませんね。善は一、一は善。善は一から起こり、そしてまた一に帰する。最後の障壁が解除されたようです。しかし先の領域が確認できません。妙ですね。こんばんは。
あいにく月は見えないけれど、お星様がとっても綺麗。レン、ヨシアは何も言わなくていいわ。レン、初めから分かっていたもの。そうか。レン、思うんだけど、こんなに物好きさんたちが集まっているんだもの。あの真っ黒なグロリアスで鬼ごっこしてみない？お月様が出ていれば。さてと、そろそろ先へ進むか。確か次は第七聖槽だったな。オリビエさん、僕たちが帝国へ向かった時、すでにハーメル村の封鎖は解除されていました。あれはオリビエさんの指示だったそうですね。ありがとうございました。水臭いことを言わないでくれたまえ。そのくらい君と僕の甘く危険な関係を考えたら当然というものだろう。しかしどうしてもお礼がしたいというなら、ぜひとも熱いベーゼを。いくら皇族の人間とはいえ、いえ、皇族だからこそハーメルの件はタブーなはずです。それなのに本当にありがとうございました。ま、確かに僕の立場では近寄ることもできない場所だからね。本当は花でも手向けたかったが、君たちに代わってもらっただけのことさ。こうしていると古き時代に思いを馳せてしまうね。なぜこの願いを叶える理想郷が終焉を呼び込んでしまったのか。人にはまだ何かを願い信じる資格があると思うよ。オリビエったら、グラスが空じゃない。私がついであげよっか。いや、やめて。これ以上は意識が飛んじゃう。ヨシュアも旅に出てだいぶたくましくなったみたいね。まだまだ至らないところはあると思うけど、それは私たちも同じだしね。準備はいい？レンに任せて。気が見えたようだな。散っていった者たちのためにも進まなくてはならん。第七聖槽。私も負けていられないな。今の私には今の私のなすべきことがある。そろそろ影の王との決着もつけなければならないしね。個人的な意見だが、ロランス少尉も大佐には個人的に感服するものがあったのではないかと思う。さしたる根拠はないのだがな。ほら、無茶しすぎなんだって。とりあえずこれ飲んで休みなよ。こんなに仲間がいるんだから、一人で調べることないのにさ。ごめんなさい、ジュゼットさん。私少し熱中しすぎるところがあって。
どうにもわからんな。全ての元凶が影の王だとして、王は一体何を望んでいるんだ。人の望みを叶える世界、ここでこれ以上何を望むのか。そうだったんだ。はい、私には詳しい事情とかはわからないですけど、ヨシュアお兄ちゃんのことずっと心にかけていたんじゃないかなって思います。だからヨシュアお兄ちゃんとちゃんとお別れが言えて、ヨシュアお兄ちゃんのお別れが聞けて本当に良かったです。うん、そうだね。お別れができればよかったのですが教会の姉さんと言われるとなんだかおかしな感じね。でもせっかくなんだからベイベに何か聖典のお話を読んでほしいな。はい、喜んで。私にはベイベさんはそれそうかもね。一つ聖典のお話をお読みし、私もあんまり詳しい事情は知らないけど、一つ言えるのはヨシア君、大きな壁を乗り越えられたんじゃないかな。ヨシュアってば慰めがいがないんだから。せっかくお姉さんが優しくしてあげようと思ったのに気持ちはありがたいけど本当にそんな必要はないから。むしろ今は影の王に感謝すらしてるよ。あの時言えなかった言葉をちゃんと伝えるチャンスをくれて私がお母さんと会った時と同じってことね。こんな風にベーベもカリンお姉さんと一緒に穏やかな気持ちでいるといいね。うん、そういえばうちの庭にも小さい池があるのよね。ヨシアったら池の近くでいつもブスッとしてたっけ。最後の障壁が解除されたようです。しかし、妙ですね。これは…どうやらこの先に何かがあるのは確実みたいやな。とりあえず、覚悟を決めて入ってみるか。やっぱりか。あら、どうやら別の場所に来ちゃったみたいね。ああ、聖杯の紋章。ケビン、ここはシオンの家。俺とリース、そしてルフィナ姉さんが一緒に暮らしてきた場所や。